最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。先頭変わって MI ブラウン、MI ブラウン、先頭 MI ブラウン、先頭スマイルマジック迫る MI ブラウン、MI ブラウン1着、2着にはどうやらスマイルマジック、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。 MI ブラウン、まさしく日本が世界に誇れる馬です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭に立った競泳マーチ、残り 200m、 一気に後続が襲いかかってきた。競泳マーチ差を広げる2番手はセンターエトワール、完璧です。圧倒的な強さを見せました。競泳マーチ1着、2着はセンターエトワール、これは桁外れの強さだ。競泳マーチ今年も東京競馬場の芝 2400m に世界の一流馬が集結しました。海外のトップホースを相手に、ここはぜひとも日本馬の力を示したいところです。さあいよいよ国際 G1 ジャパンカップの発走です。さあ最後は大外枠のコエイビグラス、ゲートに入って体勢が整いました。
スタートしました。オエイビグラス、これはいいスタートを切りました。ストラテジックチョイス、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくストラテジックチョイス行きました。続いて前へ行くのはオエイビグラス、さらにはエリシオ、3番前のトップガン、その後ろ後方に控えたのがヤシマソブリン。もう一度先頭からストラテジックチョイス先手を取りました。エリシオすぐ後ろ、その後ろに前のトップガン、その外からマーベラスクラウン。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。1番人気のナリタブライアン中段につけています。前のトップガン前走に続いてここも連勝なるでしょうか。では前の方からストラテジックチョイス先手を取りました。少し離れてインターライナー続いています。 1000m を通過しました。これは明らかにハイペース、超ハイペースと言っていいでしょう。先頭から最後方までおよそ10馬身、淀みのない展開になりました。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのはストラテジックチョイス、その隣にインターライナー、マーベラスクラウン、それに続いています。その外にフラッグダウン、さらにはエリシオ、その後ろにホエイビグラス、黒の帽子、前のトップガン、その後ろ大ケーキを通過していきます。ここでインターライナー先頭に変わりました。まだ粘っています。フラッグダウン、ほとんど差がありません。ストラテジックチョイス3番手ナリタブライアン B1 です。さあここからどうか。ここで先頭に立った、フラッグダウン、フラッグダウン、先頭2番手はストラテジックチョイス、先頭を捉えるか。さあナリタブライアン一気に来た、残り 200m、 先頭は前のトップガン、残り 100m、 前のトップガン先頭、ナリタブライアン迫る、前のトップガン、前のトップガン1着、2着にはどうやら成田ブライアン、これが絶対王者だ。前のトップガン。4コーナーをカーブして、さあこれからです。さあ先頭に立ったのはビワハイジ、あと 200m、 先頭はヒシアケボノ、残り 100m、 ヒシアケボノ先頭、ビワハイジ追いすがります。ヒシアケボノゴールイン、ヒシアケボノ1着、2着にはどうやらビワハイジ、見事に勝ちました。ヒシアケボノ、ビワハイジ2着止まり、しかしなんとか面目を保ちました。